ラナマリア・パリーヤはアメリカ合衆国の女優である。スピンシティ24、24、24-、ウィンドフォール運命のいたずら、スウィントウン、マイアミメディカルなどへの出演で知られる。2002年から2003年には短命に終わったテレビシリーズ、ブームタウンへ出演した。2011年からは ABC のテレビシリーズ、ワンス・アポ・ナ・アタイムでメインキャストの悪い女王。 レジーナ役を務めている。ニューヨーク州ニューヨークシブルックリンクで生まれる。父親は MLB のフィラデルフィアフィリーズで外野手を務めていたサム・パリラである。ベリー・ミーン・メン、スパイダーズ、レプリカンとフローズン・スターズなどの映画作品に早役で出演する。2001年にはテレビシリーズスピンシティの第5シーズンでアンジー役を務めた。2002年には テレビシリーズ、ブームタウンに、主要キャラクターのテレサ役で参加し、イマジン賞助演女優賞を獲得した。シリーズは、第2シーズンをもって打ち切られた。その後、犯罪捜査官ネイビーファイル、NYPD ブルー、6フィートアンダーでゲスト出演する。2005年には24、24、24マイナスの、第4シーズンでサラ・ギャビン役として12話出演した。 2006年には NBC のウィンドフォール運命のいたずらでニーナ・シェファー役として13話出演した。2011年10月からは ABC のテレビシリーズ Once Upon a Time でメインキャラクターの悪い女王レジーナ役として出演している。2012年のコミコンインターナショナルにてありがとうございます。